こんにちは、カスカベツムギです。今回は以前の動画で紹介した白短天使でラダーを駆け上がるところを流しつつ、ちょっとした告知と雑談をやっていこうかと思います。なんでこういう形の動画をアップロードしたかというと、デッキのネタが切れました。ここしばらくちょっとスランプで動画をボツにしまくってました。というのも、考えても考えても新セットのカードが頭に浮かんできて集中できなくなってるんですよね。なので思い切って前回の白短天使を最後に兄弟戦争のデッキ紹介は終わりにします。そしてここからが次の本題の告知の話になるんですが、日本時間2月3日 AM3 時から2月4日 AM3 時までのアーリーアクセスに結局参加することにしました。配信者を募集という告知だったので、一投稿者である足としては諦めるしかないと思っていましたが、なら配信もすればいいじゃんということで人生初の配信もします。まあ諸事情により、アッシじゃなくてオタクくんの生声配信になる可能性が大なので、つむぎちゃん目当ての方は申し訳ないです。ゆかりさん、かっこセイレンボイスにお願いしようとも悩んだのですが、ゆかりさん、かっこ2万円はお高い女ですからね。いち早く新カードに触りたいというのが動機で、配信はおまけなので、そういう方針でいこうかと思います。もちろんたくさん来てくれたら嬉しいですけどね。一応予定としては2月3日の19時から24時までは確実に配信しようと思います。その日は1日中アリーナやってると思うので、練習がてらそれ以前にも配信するかもしれません。配信の内容としては、いくつか用意してきたデッキを回しながら調整したり、新しいデッキ組みんだりって感じになると思います。きっと視聴者はよそと比べてかなり少なくなるだろうし、逆に試してみたいカード等のリクエストも答えやすいメリットはあると思いますよ。ということで、動画概要欄の Twitter アカウントをフォローして、配信スタートを見逃さないようにチェックチェック。まあこの動画編集中に開催日を間違えてることに気づいて、これからお休みを申し込むところなので、まずお祈りゲーが発生しているんですけどね。告知についてはこんなところです。続いて雑談。前回の動画ですが、思いもよらない反響でびっくりしてます。たくさんのコメントありがとうございます。中には厳しい指摘も多かったですが、 MTG 歴の浅い足にとっては、ハエためになるなぁと読ませてもらいました。テキスト読みガバや編集ガバについては単純に申し訳ないです。ちょっと先週は投稿ペースで無理しすぎましたね。なお低評価を下してしまったカードたちには申し訳ないですが、高評価をつけた特に緑のカードたちはについては、今度それらを活躍させるデッキを組んで見返してやる所存です。多分なので、おね環境も足の動画をどうぞよろしくお願いします。近況の雑談については以上です。さて、時間がかなり余ったので、白短天使についてちょっと深掘りしますか。まず前提の知識として、現在の BO1 環境はこんな感じ。つまり使用率が高いこれらのデッキに勝てるデッキを組むことが BO1 での勝率に大きく影響するわけですね。また先月の環境解説でも説明しましたが、赤単は兵士に、兵士は黒単に、黒単は赤単に、それぞれ有利がつくじゃんけんの関係になってます。つまりこれら3色のいいところ取りをするデッキが強いということですね。まあ赤単の有利なところであり、青白兵士の苦手なところである、軽量除去を大量に持ちつつも攻めの手が止まらない特徴はなかなか真似ができないので、この際置いておくとして、青白兵士の黒に強いところはズバリ飛行です。青白兵士がハービンをプレイした時に試合に勝つ確率は OC 古参兵に次いで採用カード中の2位です。まあ勝てるタイミングでプレイすることが多いから、必然的に勝率が高いとも言えますが、それでもこれがフィニッシャーになるということは、飛行はやっぱり強いということですね。そして黒タンの赤タンに強い理由はズバリライフゲインとサイズです。当然このカードが代表になります。プレイした時の勝率はギックスの命令、絶望将来に次いで採用カード中3位になります。当たり前ですが、赤タンはデカ物で蓋されてライフゲインされると勝てませんね。ここで白短天使を見てみると、ライフゲインと飛行は備えているし、クリーチャーのサイズも兵士より基本的に大きくなります。これがミシック隊での白短天使のスタッツですが、そのおかげか赤タンと黒タンには大きく有利がついてるわけですね。まあサンプル数はまだ少ないですが、難点を挙げるとしたら、ライフゲインや天使のパーツが足りないため、サリアや平和の番人などの弱くはないけど、シナジーがないカードが入ってるとこですかね。
あとはリソース枯れて万遍さらちになるとトップのほとんどのカードが弱くなることもあります。そのためセラの模範を多めに採用していますが、速度も速くないので1戦目のような除去コンは苦手ですね。青白兵士についてはどうでしょう。最後の1戦をご覧ください。こちらは先手ジアだから分回りの構えです。普通のアグロならもじもじしてしまうサリアの先制もジアだなら悠々突破可能です。お相手天空者の士官をキャスト。このカードめちゃくちゃ強いですが、飛行メインのデッキに対しては少々悠長すぎます。こちらワードが最大限になる祝福され死者の声からキャストします。4点入って残り14点。さらにジアーダは新しいものと張り替えます。墓地に落ちた分はセラの模範で回収できますしね。お相手ミレルをキャスト。これは普通にまずいです。ここからは横並びハービンが負けパターンだからです。次ターン万歳アタックされたとしても大きく負けに近づきます。そして残念ながら平地3枚で除去をドロー。1ターン待つか士官を取るかという選択ですが、ここは士官を取ります。揺れる万歳アタックから士官大量ドローからのハービンキャストで負けるからです。お相手 OC 古参兵をキャスト。さらに毅然たる援軍をキャスト。ミュレルでアタックしてトークンが5体出ます。もう飛行クロックで勝つ意外道はないので、ミュレルは通します。士官がいたらここで3ドローされるところでした。こちらは鼓舞する監視者をキャスト。妖怪一足りないが現れましたが、一応最大限ライフは詰めておきましょう。お相手残り1点。はい、そしてやっぱり出ましたハービンです。もうめちゃくちゃな分回りですね。計算が面倒なので高い順にブロックします。しかし今までコツコツゲインしてきたおかげもあって耐えきれるんですね、これが。ということで青白兵士への回答はこちらの方が分回って勝つでした。この勝利で716位になり、プレイン進出安全圏なのでミッション達成です。ちなみにこの後組んでたネタデッキでプレイに入ろうとしたら、うっかりネタデッキでラダーに入って青ざめつつも奇跡の勝利を収めたりしましたが、それはまた別のお話。こんなところで今回の動画は以上です。いつもコメントいいね、広告、高評価ありがとうございます。またフォローやチャンネル登録よろしくお願いします。あとは配信の方もよろしくお願いします。 Twitter フォローしてみてね。それではまた次回、バイバイ。